情熱のシーラは、スペインのテレビドラマシリーズ、マリア・ドゥエニャスによる同盟のスペインのベストセラー小説、情熱のシーラを原作とするドラマシリーズである。スペイン内戦、第二次世界大戦時のスペイン、モロッコ、そしてポルトガルを舞台とし、時代に翻弄されながらもたくましく生きた女性を描く。スペインでの放送では、約70分の全11話として放送されたが、 NHK 総合テレビジョンでは、約50分前17話に編集されて放送された。スペイン・マドリードに生まれた、主人公シーラは母一人に育てられ、仕立て屋で修行して優れた、要塞技術を身につける。堅実な婚約者イグナシオがいながらも、情熱的で奔放な男性、ラミーロと恋に落ちる。別れていた裕福な父と初めて会い、財産を譲られる。 スペイン内戦が迫る中、ラミーロと二人でスペインを離れ、モロッコに移住するが、ラミーロに財産を持ち逃げされ、借金を背負わされた上に、内戦が始まってしまったためスペインに帰ることもできなくなる。モロッコでは新しい友達に支えられ、オートクチュールの店を開き懸命に生きる。イギリス人と親友となり、その縁で、スペイン新政権と友好関係にある。 ナチスドイツに対するスパイ活動を依頼される。内戦が終結したばかりの祖国を第二次大戦に巻き込みたくないシーラは承諾し、名前を変えてマドリードに戻って店を開き、ナチスドイツの交換の妻たちを顧客として情報を集める。日本では2015年6月から情熱のシーラとして NHK 総合テレビジョンで放送されている。スペインでは 全11話で放送されたが、日本ではアメリカフールなどで配信されている、全17話に編集されたバージョンが放送されている。各エピソードの長さは毎回異なる。主人公シーラを演じるアドリアーナ・ウガルテ撮影が行われたモロッコのタンジール。ありがとうございます。